にお腹のリンパマッサージやると痩せるって聞いたんですけど本当ですか？本当です。え、なんでですか？お腹って、はい、あのリンパのめちゃめちゃ太い、ね、リンパ管が走ってるんですよ。でここが流れることで足と上半身のそのつなぎ目が流れるから全身の代謝上がるんですよ。楽してする、寝てられてします。楽してね。じゃあお腹の中心に手当ててもらって、はい、の字をグーッと描いていきます。さあさあさあスタート。でなるべくもうちょっとあの手をベタッとしてもらって、そう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 、もう全体的にみんな動かしていってください。でなんでのの字なのかって言ったら、腸の動きに沿って今流してるんですよ。腸ってこういう風にあの、わかります？わかります、わかります。上行結腸、横行結腸、下行結腸、最後こうやって言って S 字で最後通字で出るっていうことなんで、これでしっかり、翌朝あの便をねドバドバ出していきます。そうそう、あの呼吸止めないでリラックスしながら、はい、OK です。そしたらさっきの、のの字の順番にこの骨盤の上、肋骨の下、順番にこういう風に、ね、プッシュしていきます。まずはここからスタート。ぐーっと10秒間キープ。そう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 。で痛すぎる人は優しく、ね、強さ、自分の心地のいい強さで調整してもらって減ります。はい、じゃあ次上行きます。これ今まさにねこの右の肋骨の際を押してます。ぐーっとさあ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 、なんつーこれさっきそば食べちゃったから。え、そば食べてたんですか？そば食べた。それね、痛いわ。はい、じゃあ次は左の肋骨の真下いきます。ぐーっとゆっくり呼吸しながら、はい、ラストこの、左の骨盤の真上のところをぐーっと押さえていきます。ここでいいですか？いいです。なんとも言えない感じだなこれ。はい、OK です。じゃあ次にこういう風にくる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 円を描いていきます。スタート。そう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 。あとでこう3段階に分けてやっていくんで、まずはこのね下の3分の1をぐる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 マッサージしていきます。こう押す、さするっていうの、押してぐるぐるぐる、うわなんとも言えない感じですよこれ。場所ずらして、その上ぐらい、はい、押してぐるぐるぐる。ど真ん中ね、ここめちゃめちゃ大事です。でもう一回押してぐるぐるぐる、はい、 OK です。じゃあ次にこういう感じでそう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 流していきます。でみんなこの時自分のくびれを作るイメージでビューって、これ以上ちょっとくびれちゃうのもちょっと今まいいです、いいです、いいですか？でも深谷さんね、思ってたよりねお腹ねすっきりしてました。どうですかみんなね、意外意外とか言って もっとデブだと思いました意外ととか言って怒られるわでもあのいいじゃないですか、ズボラストレッチっていう名前を買ってズボラにやっていったらいいじゃないですか。お腹出すの相当勇気いりましたけど、絶対なんかこれ僕のお腹どうなると思ったら、みんなあの炎上しないであげてくださいね。そうですね、今日体張ってお腹出してやってくれてるからぎゅーっと首で作って流していきます。はい、はい、 OK です。そしたら次にこの横っ腹、ここをぐーっと押していきます。スタート。そう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 、こういう感じで親指でもいいし両方の指でも、あ、そう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 、上上手はぐーっとしていく、真横って感じですかね。真横です。でこの真横を押すことでみんなこうくびれ作りたいじゃないですか、そこがめちゃめちゃすっきりしてくびれが出てきます。いいぐーっと押さえる、ぐーっと押さえる。はい、じゃあ次反対側も行きましょう。ぐーっと押さえる、
解散の香り。いや、きついっす。で、みんなきついってことはリンパが詰まってるから、だから痛いのね。流れてる人はめっちゃ気持ちいいから、みんな気持ちいいぐらいで頑張ろう。はい、 OK です。じゃあ今ここのね、老廃物じゅわじゅわって出てきてるので、次この腰からお肉をぐーっと持っていきます。スタート。エステじゃないですか、なんかセルフエステ。こうお金がかからない0円セルフエステ中。そう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 、腰肉をこうやって腰からお腹に向かってどん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 持っていく。で、今ズボラなんで、クリームとかオイル使ってないけど、もっと滑らしたいなっていう人とかはぜひクリームとかオイル自分の好みの使ってやってください。はい、じゃあ、あ、くれてきた。じゃあ深井さん次こっち、こっち左向きます。1、2、1、2。みんな自分のお腹がもういい感じでキュッてなるのをイメージしながらやっていってください。はい、 OK です。はい、じゃあ次この肋骨のここを順番にプッシュしていきます。スタート。まず上から、そうそうそう、で次ちょっと下、肋骨に沿ってギューッと圧迫していきます。これ強さ全然わかんないですけど、痛いぐらいでいいですか？痛気持ちいいぐらい。痛気持ちいいぐらい。いきます。痛い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 。これぐらいってことですね。そうそうそう、痛い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 。結構思ったより強いっすね。でね、あとちょっと余談なんですけど、この肋骨の間、ここがめっちゃ硬い人は結構ね、ストレスが溜まってるんですよ。向井さんはまあぼちぼちかな。ぼちぼち、ぼちぼちですか。幸せそうですね。そうですか。こういう感じでゆっくりじわじわと下げていきます。はい、はい、OK です。じゃあ次はこの骨盤に沿ってぎゅーっとこっちに押していきます。そう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 。で、もうちょっとゆっくりでも大丈夫です。せっかちだな。はい、3秒ぐらいかけて、そう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 。はい、真ん中まで行き切ったらもう一回骨盤に沿って斜めに、みんなこういう角度でね、骨盤があるので。なるほど。こういう感じで順番にゆっくり流していきます。そう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 、いい感じいい感じ。あんまりこういうとこ触る癖なくないですか？ないっすね。そうだから、みんなこれを見てる今日の、5分か10分か15分かちょっと分かんないけど、この時間だけは自分のお腹に集中してしっかりリンパ流してあげてください。痛そう。はい、 OK です。そしたらお通じって最後この左の骨盤周りに最後に、ね、集結して出ていくんですよ。だからここをひたすら、ね、さすっていきたいと思います。そのうちに、そう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 、スタート。こう、あ、めちゃめちゃ上手です。で、ここ今めっちゃ痛かったりとかゴリゴリっていう人はここにお通じめっちゃ溜まってるんで、ここやばいっす。もうちょっと触っただけでめっちゃえ、どうですか？なんかいい感じでちゃんとデトックスはできてます？うん、その基準がわかんないですよ。毎日なので。ちなみにみんな、食べたら食べた回数を出すっていうのがめちゃめちゃ実はいいんですよ。あ、そう、回数は出てないな。3食だったら3回だったんですね。そう、それがその時理想の状態で、1日、1食の食だったら別に1回出てたら十分だし、みんなでも大体3食食べてるから3回出せるっていうのが実はめちゃめちゃ理想のお通じです。はい、 OK です。そしたら次ストレッチちょっと入れていきますね、はい、じゃあお腹隠してもらって、はい、バナナをイメージしてギュイーンと体を、そうです、こっちに、で、そう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 、足はそう。で、そのままストレッチかけていきます。こう。で、本当はここもクイッて、クイッて、クイッて、わかります？みんな、ここが浮かないのが理想。こうか、うわ、これか。最初多分ここまで角
度いかない人多いから自分ができる範囲でやってください。向井さんでもね、あ、で理想は足もつけてた方がいいです。こうやって、うわっ、それはやばいわでこれすると何がいいかって言ったら、この右の腰のリンパ流れます。で、お尻のリンパ流れる液化リンパ流れるからめっちゃいいです。はい、じゃあ反対も伸ばしていきます。こうして、で、そういきます。そうです。で、みんなこの腰のここ浮きやすいんですけど、ここをこうやって、わかります？つける感じでやってください。これはすげえわ。こ骨盤つけるのがやばいですね。骨盤つけれたらすごいいいです。で、この脇、液化リンパ節も本当はこうやってグーッと伸ばして、もうピーンと、だから一本の指みたいな状態できるのが理想。フィーンって感じですか？そう。で、これは最初多分しんどいんで、まあ、自分ができる範囲でやってください。しんどそう。フィーンって感じです。呼吸足りないよね。はい、OK です。じゃあ足ちょっと曲げてもらって、はい、で骨盤をちょっとね整えていきます。左右に倒していきましょう。そうスタート。ゆっくり。これも本当はですね、多分肩浮かせないでくださいね。そう、肩浮かしちゃダメですよ。これ結構きついでしょ。もうこれしたらほんまにお腹のリンパ流れるんですよ。で、お腹のリンパ流れると、お腹って乳鼻層とかって言って結構大きいね、リンパ管が走ってるから、そこのリンパ管って上半身と下半身をつなげてる大きなリンパ管になるので、そうすると何が起こるかって言ったら、全身のリンパの流れを、滞ってたところをこう循環してくれたりとか、血液の流れを良くしてくれるところなので、もうこれはぜひみんなやってください。はい、OK でーす。しんびる。おしまい。おしまーい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。アイ先生のチャンネルでも、コラボしてますので、概要欄、コメントからアイ先生のチャンネルもぜひご覧いただければと思います。一緒に頑張りましょう。